はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやっていきましょうか。セパンライトワイズチャプター6の途中ですね。まあこれがもしかしたらあれだよね、メモ取った人たちの亡骸かもしれないってところですよね。ということで電源ユニットをハメハメしちゃいますよ。これ RT2 からの続きとかなのかな。いや、おー、よかった、離れといて。いや、マジで楽しい時間だった。おー、危な。これ近づき、そのままいたら爆発してダメージ食らうってやつだったよね、これね。し、危な。なんかいや、俺としては、なんか普通に敵が近づいてきたら嫌だなって思ったから、あれだったんだけど。よし、で、こちら。ブーン、通信施設。あ、これあれか、じゃあ通信施設ってことは、クラウザーとエイダが喋ってた場所に向かっている、行くっていう、こっちなのかな。あ、あったあった。よいしょ。あ、ぜひね、チャンネル登録ボタンとかね、グッドボタンも押していただけたらと思います。31歳頑張ってます。おっさんが喋り続けてるという、ね、なんか、よくわかんないあれなんですけど、楽しんでいただけたらなと思います。これなんか普通に空母っぽい感じの、トラックめっちゃあるし。なんかすごいここ現代チックになってるよね。雷がドゥーンってなってるけど、向こうの方で。ね。で、こっち、あ、タルト、木箱。やった、2500ゲット。あ、ゴンドラじゃん。村で出てこないと思ってたら、ここで出てきたのね。なるほど。ああ、ちょ、ゾウ、かねてから例の島で詰めて、高感度アンテナの接着管理して、これで敵対組織の動き、そしてアメリカの情報もより緻密に防止することができる。要は、教団は耳を手に入れたのだ。手始めに拉致計画実行日の情報収集される計画はより確実性を増した。かの国のセキュリティがもはや、調子の虎であることは、奥全世界に。いるな。甘いぜ。あ、右側にもいるな。あいつもぶちのめせたらいいんだけどな。よし。波か。なんか下でバッシャーなってるやばいやつがいると思ったら波だな、あれだな。あ、やばい、サイドステップ。こっちから狙ってんのバレてんな。よっしゃ、オッケー。うまい、安い、早い、うまい棒。で、よいしょ。知らこれ乗った瞬間動くとか。あー、そういうことですか。まさかのムービー。おります。本編よりもなんかすごい目が好き。一緒だと思うんだけどね。いやー、乗ってきてるね。よし、甘い。あー、ちょっと待って。あー、甘い。なんか、あー、地味に撃てない。うまかったやつも。あ、一撃か。ならもったいねえな。OK、インタラスティング。甘いぜ。Excuse me. また、エクスキューズミ? しかも2体来てる。あー、ちょ、ロケット、ロケット、ロンチュ。よし。あ、痛い。うまい。こういう地味なところダメージ受けたくないで、ダンス。そして、いるし。ほい。あ、一撃必殺。あー、いや、まさか、ラケットランチ、後ろから来てないのかよ。ってことは、警備も結構ガバガバだな、おい。もうちょっとなんかこう、ね、前後左右からの板挟みとかにしたらいいの。しかも、乗った瞬間動くって、なんかもう、あからさまに、エイダのこと待ってましたって。で、ここが通信施設ってやつ。まあ、確かにね、夜風に打たれて、潮風で。なんか潮風浴びるとさ、普通にテッカテカになって嫌な気分になるけど、でも、匂いは結構好きだったりするんですよね。ちょっと待ってね、なんかすげえ、行々しいレーザー砲がなんかこっちを睨んでいるんだけど。よいしょ。向こう側には行けないのね。じゃあこっち。もう行けないのね。なんだ、なんか相手でも落としてくれてんじゃねえかって、ちょっと期待した私がおバカチンだった。よく会えましますね。はい。じゃあ、どうしよっかな。もうでも、終盤戦だもんね。こっちにしとこうか。安いし、いいか。よし。しまった。調子に乗りました。調子に乗ってお金がなくなっちゃいました。お前、惚れてんだろ、エイダに。ダメだぜ。私に手を出して、あ、なんだ？
このあたりにもう人間サイズのもしかしたらまた3匹なのかもう慣れたんだ。サーチ&デストロイ。言葉のチョイスが面白すぎる。サーチ&デストロイって。で、とりあえず見ていこう。これ慎重に行きましょう。あれを先に破壊しておくことってできないのか？敵が立ってる。あとなんかどっか見るところないのかな？あのライトを破壊しておくとか。ああ、あったあった。あれが通信施設か。Radio Tower. That's where I need to go. That's where I need to go. Destination. あれに触れるとやばいから、先に始末できるものは始末しておこう。2体いるっぽいな。で今のところはね、サーチ&デストロイ対象のやつはいないけど、あいつもか。あそこにもいるな。よし。Lights out. White out?ホワイトアウト？スモーカー大佐？オッケー！とかもうこの音でバレないの普通に。なんかサーチに引っかかるうんぬんの前に。よし、行くぜ。もうちょっと。ズームがあんまりズームなってないんだよなぁ。ズーム！オッケー。で、どのタイミングで行くのか、きちこれ。今。あー、まだだね。よし。ああ速攻でバレてるー。やばい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 。これ終わったわ。終わった終わった終わった。完全に終わった。ふわんふわん。よし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 。シフト押してる。シフト押して。よし、オッケー。あっぶね。もう速攻で終わったわ。あっち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 。お、近い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 。そんな塞いだところで無理よとか燃えてんじゃん、お前。味方が燃やされてんじゃねえか。はいはいはい。お尻が気持ちいいのね。やばいやばいやばい。仮装されてる。かわいそう。おめえそんな、おめえよ、そんなずりーぞ。おお、知らなかった。またなのね。立ち上がり方がエクソシストなんだよな。てかなんかあのなんだっけ、あのなんとかプザン、ファイナルデスティネーションじゃなくて、あれあれ、ああ思い出せないの。韓国のさ、ゾンビがめちゃくちゃ出てくるやつ。トレイントゥープザン、違うね、忘れた。新幹線だ。新幹線ファイナルエクスプレスだ。あれに出てくるやつみたい。うわん。こっち行くといらっしゃいませ。ほい、よいしょっと。やべ。あー、ちょっと待って、めっちゃいいんじゃん。あれ？てかお前ら、あれ？レーザー。おお、そっちにもいるのね。頂点いっぱいいる。顔面キック。よしよし。Here we go. あ、よし、爆発して爆発して。すでに爆発して。いいね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 。あ、ちょっと待って。もう一個発狂してからにしようか。あ、ちょっと待って。でもあいつ勝手に投げてくれるんじゃないの？投げてくれると信じて。早く投げてよ。投げないの？じゃあこっちから行くわよ。あいてー！マジかよ！ファッキン。ファッキンファッキン。あ、もうこれしかないのか。回復薬。おー。あ、ちょっと待って、足元にある！うっそや、今回復したばっかりやのに。マジかよ、金玉。金玉をすすろう。すすってみせよう、金玉を。吸われると気持ちいいんだぜ！起き上がってくんのかよ。よし、オッケー。何の話をしてたんだ俺は今。そして奴らどっから出てきた。ちょっと待って、こっちには行けないね。ほい、ふわんふわん言うてる。ジーンドンで、こっち行くとダダ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 って言った。え、どっから何が、どんな声が出てきてんの。
まさかのこんな激しいバトルになるとは思ってなかった。もっといいだ兄さん。落ち着いた戦いがしたいです。落ち着いた戦い。危ない、逃げる。危ない。ふう、ふっと振り返って、ひえほい、はい、引き剥がしてやるよ相手よ。あ、まずずるい、ずるい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 、ほい、てやずるいなお前ら。ちょっと待って、くる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 、ちょっと全然ダメじゃん、全然ダメじゃん、やばいじゃん。おちょ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 、ふわんふわん、おっきゃんにゃ、ちょっと立ち上がってくるね、何度でも。いや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 、一時撤退、一時撤退、逃げるが勝ち。さあ、来い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 、今です。あー、ちょっと待って、ついでにもう一度か、後ろ来てる、なわけないよね。おー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 おお、ダメです。ゆっくりとおねんねください。私にナイトメアを見せるなんて280年早いわよ。どういう基準、待って、なんかあったないね、特に。よし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 、あのね、急に操作がね、乱暴になるとね、ダメになっちゃうからさ。で、これどっち進んでったら、なんかすごいいっぱいあるよね、進むところが。こっちもあるし、こっち、あ、なんか宝逃してんだな。まあいいや。それは仕方がない。これもしかして、この中覗いて？何もないのかよ。何にもない、何にもない。全く何にも、キック急に回復アイテムがあれだな。ちょっと待って、こっから覗いて先に倒せるやつはいないか。ちょっと待って、これ、あいつあれじゃねえか。NEXT いないね、今のところは。いない、いかな、本当にいない、大丈夫だね。よし、なんかあった、あったオッケー、そういうことか。ってことは、もう一つの方も破壊すれば、あそこの広場にある何かしらのアイテムをたくさん拾えるようになるってことだな。ちょこ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 。で、こっち。いいね。あ、レーザーがなくなってる。いいね。あった。よっしゃー、来たー。うわぁ、俺の時代だー。え、でもここに、あ、なんか何かしらの宝箱がある。あ、この中にあるってことか。よし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 。オープン。やった、金塊だい、金塊だい。金塊が死ぬ。よいしょ。よいしょ。ワンワンと、でもこんだけ荒れてんのにな。増援が全然来ない。ちなみにここに、なんかいたりしない？あ、いるね。なんかあいつ襲ってこないのか。ねえ、あんな近くでね、暴れてたらなんか、バレそうな気もするけど、いた？あ、いないね。知ら、あ、ちゃうわ。武器商人だったわ。ほいしょ。知ら、いないね。よし、じゃあ先進んでいこうか。ようやく お先に進むことができます。お先真っ暗だけど、お先に進んでいきます。おようと思ったも、でもお待たせしました。で、すげえな、あの中もバコ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 って出てかな。すごいビリ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 って出てくる。やる気満々やん、あいつ。おお、お前いたのかよ。まあ、一個くらいプレゼントしてやるよ、オーラよっと。よいしょ、よいしょ、よいしょー。なんか、さっきよりも強い。お前、お父さんだな。ういー。なんか、向いた向きがさ、なんか敵がいそうな向きだったんだけども、今、チラって右見てたよね。あ、やった。もうちょっとでも武器が、ちょっとでも武器が溜まると、すごい嬉しい。やっぱ、リデュース、リデュース、リサイクル大事。
リユース、リユース、サブマシンガン。めっちゃあるやん。で、おう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 。で、向こう戻っていって、今です。一覧去ってまた一覧。オッケー。金ばっか。地味マネー。よし。で、ちらっと覗いて、特に何もないと。オッケー。ショットガンがギリギリっていうラインが面白いよね。これでも、あいつを直接ぶちのめしても仕方がないんだな。よし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 。ほい。お、いいね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 。よし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 。お前はなんで通り抜け、ああ、そっか。動く前にこっち来れたからってことだ。よし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 。いいね、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 いいね。いいね、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 いいね。あれ？ちょっと待って、これ、エイダどうやって帰るの？こっちから行ける？あ、行けるね。よしよしよし。じゃあ、あと大丈夫そうかな。お金拾って。よし、お金拾って。ギリギリチョップだ。もし撃たれたらどうしようというちょっと瀬戸際だったけど、なんとかなったね。ただこっちが生きるようになったことによってしゃがんで、あー、そこまで走っていくか。なるほどね。であいつがもう一回向いた瞬間に、なんでそうなるのね。急げ、走れ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 。そうです、私はウイルスに強い女だから撃たれても気にしない。普通はおかしいんだけどね。ドシュって完全に撃たれてたけどな、今音的に。お前誰かが潜んでんだろうな、これな。罰ゲームです。燃えてる音がしてるだけ。あー、ハンドガンを取り忘れてしまっている。そして、そしてどっかにいないか。どっかいないか。あれ、じゃああとどこだったんだろう。これ戻れ、さすがに戻れないよね。あ、チラ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 、いる？いないね。あれ？いないな。本当にいないか？そっか、いないのか。そう。あー、まさかの下？仕方ない。降りるしかない。Need to find the main terminal. 端末。端末はどこかしら？これ？これはでもライト？おお、すごいな。こんな重いものを持ち上げられるの。なんか、違う、聞いちゃいけない声を聞いた気がする。そして塞がって戻れなくなるし。すごいな。なんか生々しいな。ドリップコーヒーでも飲んでく一発。ええ。すげえ生々。え？こんな危ないことが起こっていいのか。こっち、いや、わかんないわかんない。さすがにわかんない。なんか調べるのない。こっち飛び越えられない。は、え、なんかヒントあったっけ。どっかに死体を調べよう。死体を調べてズンズズン。何もない。見た目がゾンビなんだよな。持ってきてない、ゾンビから。え、ちょっと待って、いない。ああ、そういうことか。ああ、一回ミスれってことだったらね。こいつ148 he collect tree。 ちょっと待って、アンバー研究、アンバー研究室。The Amber Junior。 ちょっと待って、1から12か、1から11って分かんない。
この島でザ・アンバーの調査を続けて、おぼろげながらその全体像が見えてきた。ザ・アンバー有用であるまだ覚醒していないが、それでも寄生体に影響を強化する。ごめんなさい。私はそのメカニズムは、宿主と寄生体の関係を最適化する。え、ちょっと待って。え、は？ごめんなさい。今ね、すねになんか謎の傷がめっちゃできてて、それが血で固まってて、あの、かさぶたになってて、ベロベロにめくれて、今、あの、右のすねが血まみれです。私はそのメカニズムは宿主と寄生体の関係を最適化することにあると見ている。実験、あ、実際、ある実験体の強化にしてくる。ある実験体ってなんだよ。アラベル・ガルシア・エスクデロ。え、エロでいいじゃん。もうスクではいらない。エロでいいじゃん。ガルシア・エロ。これは大きな成果だ。次は上位種への影響を試してみたい。ただし上位種はみんな教団の幹部クラス、実験に対する反発も大きいだろう。協力者を見つけるのに綿密な計画がいる。Something tells me this isn't just a comms facility. ああ、それはもともと単なるなんちゃらかんちゃらっていうのが、どこにでもあると思ってダメですよね。今からチュートリアル？大丈夫？これなんか先進んでてさ、こんなところで潰れてる死体ちゃんもあるくらいだもんね。なんだ？マルティニコ観察ノート。アンバーの効果は想像以上と言えるでしょう。かつてマルティニコは生まれ間違いと蔑まれ、脆弱で制御不能な実験体でした。それが試験後、驚異的な回復力を獲得し、通常兵器では殺傷不可能になりました。次は悪い方向で強くなったが愚かなのは変わらないです。万が一暴走を始めた場合、手段は限られます。高出力のレーザーでバラバラに切断しなければ勝つ。はい、本編で出てこなかったレーザーがここでやれっていうことになるってことですね。こっちはいけないね。はい。ああ、おめえかー、このエロ。ガルシア、おります？出てくるじゃん、じゃあ。そのなんかマルティニコだっけ？新しいやつ出てくるのかよー。え、こんな、え、は、は、は、なんか思ってた以上にグロいの出てきた。ウォーリアーズー。いや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 、おっきい。これ逃げるが勝ち？逃げるが勝ちですね、多分ね。これまともに戦っちゃいけないやつでね。なんだっけ、あの、ほら、あいついたじゃん。あの、ヘリコプターの頭のやつ。ヘリコプター頭のやつ。こっちか、こっちか、こっちか、こっちか。あれ？いけない、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 いけない。あー、たた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 、急ぎ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 。オープニング！じゃあね。でも、あいつの力なら、なんか、あいつの力なら、あいつの力なら、なんかあの、普通に、こと、あ、このしゃがみ方ってさ、ブラ線。ブラ、あ、でもな、こういう場合ってあの、普通にブラ、スポブラとか、スポブラ的なやつつけてんじゃんか。でこれ、エロくない？この格好。ラインがずっと叫んでる。え？うわぁ、上から覗いてきてる、汚い！これ、急いで逃げないとやばいやつなんじゃないの？これ。Just my new friend。これどうせなんか壁から、壁ドンとかしてくるんじゃないの？どうせ。どうせちょっと待って、逃げ道を確保しておきたい。うおー、壁ドン、おはようございます。ようこそいらっしゃいませ、マルティニコさん。マルティネスみたいな頭して、かっこいいです、かっこいいです、かっこいいです。急いで、急いで、急いで、急いで。なになになに、違う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 。ほい、もう一回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 。2、3、7、231番、開けてー。そんなゆっくり調べてる暇なかったと思うけど、助かったよ。ありがとう姉さん、ありがとう姉さん、ありがとう姉さん。よいしょーっぺっ。なんだ、戦わねえのか。いや、あー、なるほどね。どっか行っちゃったよ。もう僕帰るって言って、帰れ帰れ。あ、やった、初めて。あれ、レッドハブなんか行ってなかった。2つあった。初めてのレッハー、君とレッハー。いや、まだこっち行ったろ。あっ、あっ、え、どういうこと。なんか今おっさんがへへへへへっつって、お前かよ、いたのかよ。なんだよ、クリティカルヒットされてんじゃねえか。
ただの変態野郎だった。あ、開けた。あ、やった。これは一色というよりはバラバラカラーズの方がいいんじゃないか？よし。チェキン。ガチャン。ガチャン。チェキン。オッケー。で、ゼアンバー14。だから13どこよ。クズのゼアンバー上位さえ活性化する。被験体としてクラウザーを選んだことが構想した。クラウザー彼が能力強化に執着しているという読みは正しく、実験への協力を引き出せた。猜疑心が勝る他の幹部ではこううまくいかなかった。結果も上々だ。上位種の成長は寄生体のそれを軽く超えた。私が見てきた中で最も高い能力を得たのは彼で間違いない。恐るべきアンバーは、能力眠っていてもこれほどの力覚醒したらどうなるかとレポートを書くことなどもう意味はない。サドラーがここに来た。殺されたアンプラ目の前には私は知りづいた。撃てばどうなるか分かりきている。しかし拒め殺されるだろう。いっそ拳銃で頭を撃ち抜くか。この夜は長すぎ。まあ明けない夜はないけどね。トゥル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 。切り裂くように夜の捨ててるって。あーどうせ今からレーザーであれだろ、あのQT 祭りが始まるんだろ。どうせ分かってるよ。ああ、これしかも倍、映画の倍弱いんやん。あ、ほら！この動き全くあれと一緒なんだけど、ぬるぬるなだけで。おい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 やりすぎよ。絶倫です。あー、これもまたあれか。アイリス大山。ほい。これ順番通りってのか。え、違うわ。あー、430ね。え、ちょっと待って、あー、びっくりした。向きか。This is it. This is it. Now, how to connect the device. Device.やばい、コーヒーの飲みすぎてすっごい催してきた。これまた帰りにやつが出てくるんだろうな。他は特にないのか。よし。ピッ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 。こちらエイダー、こちらエイダー。ウォンウォンしようぜ。ベサナペライって。オッケー。よし。I'm at the site injected into the main terminal. You're going to blow up this entire island. Including the president's daughter. But won't that make things harder for you? There's no room for half measures. The weak exist to serve the strong. Enough talk. Bring me the amber. I've arranged a way for you to get back to the island.ウェーすってゴリラに負ける運命だからな。でこんなシリアスな感じのやつがさ、あの RE シリーズになってクレースっていうのがどうなるかっていうのがすごい見ものだよね。案外あれなのかな。USB でやったら、あ、もうすでにこの時点で逆らってたのね。なんだろうな、 C 言語でも使ったのかな。オープン。それを開けたことによって君が、やばいことになるの大丈夫？よし。さあ、帰ろうと思ったら、後ろから、ドン、ドン、ドン、あれ？あれ？ちょっと待って。ああ。あ、もう一個レーザーがあんの？どんだけ通信施設、やーべーじゃん。通信施設、お、行くしかないわね。まあ、こいつと戦っても勝てないっていうことがあれなんだろうな、多分。ほっ、いい。よし、お、いい。オッケー、あ、か、避け方がかっこいい。よかった。え、でも、いや、それでも平気なのに生きてるのね。ほい、よいしょ、シュッ。
シフト、ここに来てまさかのシフト。お、サイコロステーキの出来上がり。見える、見えた。あー、マルティネコー、結局お前とまともに戦うことはなかったのね。うぃー、隊長と同じ運命をたどるということですね。あれだな、まるであの そうだ、ジェットスキーラプラスに変えてたの忘れてた。いや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 、おしまいこれで。そうだ、忘れた、破滅へのカウントダウン。なんかあの遊戯王のカードの名前出てきそう。唯一、あ、武器、あ、オッケーって言って、エージェントが選ぶ道具。はい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 、オッケーですね。54%。ああ、チャプター5よりは短く済みましたね。あれ、じゃあクラウザーは結局どうなったんだ。まあまあいいでしょう。で、装備入れ替えで、特に入れ替える必要はないかな、今のところはね。うん。で、ケースカスタマイズもできることはない。はい、じゃあね、今回も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、次回からチャプター7、いよいよ最後のチャプターかな。なんかあれだね、最初のチャプター1を除けばなんか2個ずつって感じがするからね。うん、次回でラストチャプターになるかと思うんですが、まあどのくらいの長さになるかっていうのは分かんないけれども、とにかく楽しんでやっていきますので、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると幸いです。また次回パートでお会いいたしましょう。明日ね、バイバーイ。